はいどうも、まさしみゆチャンネルです。皆さん、タイトル画面からお送りしているということはですね、そう、なんとなんとアップデートがやってきました。は本当なんですけれども、実はまたこちら、中国版、公式ね、パクリゲじゃないですよ皆さん、公式の、さきしみの中国版の方です。じゃあ早速追加されたものを見ていこうかなと思うんですけれど、まあ服装と髪型一つずつなので、まあすぐに、紹介し終わると思います。こちらです、ドン。はい、これこんな感じ。ちょっとこれまたね、俺なんて書いてるかちょっとわかんないわかんないんですけれど、これ何なんだろうね、向こうのなんか浴衣みたいなイメージなのかな、ちょっとわからないんですけど、その辺が。まあ色もねこんな感じで変えたりできます。でもなんか可愛らしいですよね。なんか色変えたらまたちょっと雰囲気が、お、全然違う、ガラッと変わるな、やっぱり色で。そして髪型なんですけど、髪型これ一番下、これですね、32番のやつです。押しますね、せーの、ピ。はい、こんな感じ。お、いいじゃないですか。このなんか服装にめちゃくちゃ合ってるね。この服装にすごい合ってて可愛いですね。男の子はこちら、月影って書いてるやつです。せーの、ポチ。はい、こんな感じでございます。あ、これもなんか向こうのあれなのかな、いや浴衣ではないかちょっとわかんないけど、どういう時に着るものなのかね、さっぱりわからないんですけど、でもかっこいいな、これかっこよくないですか。これもね、もちろんこうやって色も変えれます。あ、いいっすね、かっこいいかっこいい。あ、なんかさ、グラデーションかかってる感じ、よくないですか服にね、これいい感じで。髪型も同じように一つだけ追加されております。これ一番下のやつ、24番のやつ、せーの、ピ。はい、こんな感じです。おー、かっこいい。いやマジこの服装にすごい合ってるね、かっこいいじゃないですか。アップデートの内容自体はね、もう今回追加されたのはこれだけなのでこれで終わりなんですが、せっかくなんでちょっとこの中国版のさきしみの方でですね、ちょっとしたアフレコ、作ってみようかなと思いますので、ぜひ皆さんよかったらご視聴してみてください。それではどうぞ。さあさドレスに着替えて、世界一のお姫様踊りましょう。坊ちゃん、天草の坊ちゃん、いつまで寝てるのですか。朝食の支度が済んでおりますよ。いらぬ、まだ夜は眠いのじゃ。まったく、もういつまでも起こしてもらってるようじゃ大人になれませんよ。あら、また天草の坊ちゃん寝ぼすけさんなの。ああ、今日は誰が起こしますか。私が起こしましょう。城の主とはいえども、ビシッと言わないといけないとこは言わないと。天草の坊ちゃん、いい加減起きてください。いつまでもダダをこねていたら大人になんてなれませんよ。あなたはもうすぐ成人を迎える立派な男性なのです。いい加減にこの城の主としての自覚を持ってください。おい、お前、無礼を承知で言いましたが、これもすべて坊ちゃんのため。すまぬ、名前が思い出せん。誰だ。くぅ、ただでさえ出番が少ない上にこっちバージョンでも名前が忘れられてるなんて。井上ですよ、普通の名前でごめんなさいね。ああ、すまんすまん、そっちは壁だぞ。皆の者、待たせたな。どれ、飯にするか。やはりエミさんの料理はうまい。天草の坊ちゃん、本日のご予定お忘れになっておりませんか。予定？なんだ、何か入っていたか。ちょっと坊ちゃん、何言ってるのよ。今日は隣国の王妃様がこちらに訪れる日でしょ。そうですよ天草さん、いわゆる今日はお見合いですよ、お見合い。ふ、くだらん。王妃だか姫君だかなんだか知らないが、私の心を落とせるような女性が現れるとは到底思えん。坊ちゃん、この天草の血筋を守るためにも必ず子孫は残していただかないとダメなのですよ。それにご安心を、噂では王妃様はとてもとても可憐で清楚で美しい方だと聞いておりますよ。どうだかな、見た目が美しくても内面が美しくなくては意味がない。まあでもそこまでの姫君なら一度お目にかかりたいものだな。一つ言っておくが、私は嘘が嫌いだ。もしふさわしくない女性と思ったらすぐに帰ってもらうぞ。いいな。すみません、まさか馬が途中で倒れるとは。いいのよ、あの馬さんきっと疲れてたんだよ。動物さんは道具じゃないんだから、人間と同じように大切に扱ってあげないと。ひひーん。あ、見て見て、
ここのお城の馬かしら。素敵なお馬さんね。お名前はなんて言うの？姫、危ないですよ。それに馬は喋りませぬ。早く離れてください。俺ゴンザレス、ここ見て。ここ、姫様、確実に化け物です。早く離れてください。リンファ姫、お待ちしておりましたわ。ようこそ天草城へ。あなたたちが天草さんの家臣かしら。お初にお目にかかります。私リンファと申します。今日はよろしくお願いいたします。おお、他国の立派な姫様なのに私たちに頭を下げるなんて尊いわ。こんな素敵な人、天草さんにはもったいないぐらいだよ。さあさあ、リンファ姫、天草の坊ちゃんがお待ちですよ。天草の坊ちゃん、姫様が来ましたよ。ふん、遅かったじゃないか。減点だな。失礼いたします。お初にお目にかかります。天草城の主、天草四郎様。よくぞはるばる参られた、他国の王騎よ。何？天草様のお眼鏡にかなうような女性ではございませぬが、本日はどうぞよろしくお願いいたします。うむ、よろしく。今日はいつもより暑いな。いや、天草さん分かりやすすぎでしょう。というわけで、今からリンファとゴンザレスに乗って町へ繰り出してくる。お前たちは絶対についてくるなよ。坊ちゃん、あまりリンファ様に無理を押し付けてはいけませんよ。リンファ様、くれぐれもお気をつけて。大丈夫よ、悪い人じゃないわ、多分。さあ行くぞゴンザレス。せや、ひひーん。天草様、今からどちらに行かれるのですか？決まっておろう。デートといえばカフェだ。カフェですよね。天草様、本当に召し上がってもよろしいのでしょうか？構わん、いくらでも食せ。富と地位と名声、すべて手に入れているからな。ワンピースですか？そうだ、聞きたいことがあったのだ。ズバリ、リンファ姫の男性のタイプというものを我に教えてほしい。お恥ずかしながら、私の異性のタイプは…ちょっと、何ですかあなた。カウンターに入ってこないでください。うるせえ、いいからさっさと金を出せ。俺はな、仕事がうまくいかなくってリストラばっかりあってんだよ。それって絶対あなたが悪いですよね。うるさいハエが飛んでいるようだな。リンファ姫、少々お待ちを。天草さん、危険ですよ。おい、お前、今私は大事な話をしているところだ。邪魔をしないでいただきたい。なんだお前、怪我したくなかったらさっさとどっか行きな。秘技、天草流格闘術。なんだお前、何する気だ。うちは旋風。うわ、痛い、地味に痛い。マスク飛んでっちゃった。まったく貴重な時間の邪魔をしよって。ふ、しかしリンファ姫にかっこいいところを見せれたぞ。きっとこれは好感度爆上がりに違いない。すまぬ、待たせたな。リンファ姫、ハエを落としてきた。それでさっきの話の続きなんだが、確か男性のタイプですよね。天草様の前で言うのは少し恥ずかしいのですが。恥ずかしがらなくてよい。私が全て受け入れよう。私のタイプは、横暴な態度は絶対取らなくって、暴力も振るわないし、言葉遣いも綺麗で、朝起きるのが得意で、草食系男子みたいな人です。だから天草さんとは正反対の人ですね。あ、パフェいただきます。そうかパフェうまいな。やはり人は中身が大事だということか。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。ツイッターもやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。